まずはイレーヌの屋敷へ行って情報収集だ。その屋敷ってどこにあるんだ？ノイシュタットの町の中だ。探せばすぐに見つかるだろう。神の目か。確かにすごかったわね。 あれだけの巨大なレンズ売ったら25万どころじゃないはずよ。あなたがすごいと言っているのは値段のことなの？リムロスにとってもシッツガルドは故郷も同然じゃな。まあそう言えなくもない。我が千年間安置されていた地だからな。大半の期間は機能を停止していたが。俺にリムロスの声が聞こえたのって故郷が同じだからか？いや、それは関係ない。ノイシュタットはお店もたくさんあって活気がありますね。ダリルシェードと並んで世界で一番栄えてる街だっていうしね。気候もいいし住みやすそうな気がします。人が大勢集まるのも分かりますね。俺の故郷もフィッツガルドにあるけどやっぱりいいところだよ。住むには最高だ。その考えには同意しかねるけどね。情報収集のためにイレーヌの屋敷を探すぞ。ノイシュタットの街の中にあるはずだ。綺麗な街並みですね。新しくて立派な建物がたくさん。オベロン社の資本が入ってここ最近で急成長したらしいわよ。こんなに発展しているなんて思いませんでした。もっと田舎だと思ってたわけね。そんなことは。すみません、スタンさん。あれ、あいつスタン、バッカスじゃないか。誰だ？リーネの村の幼なじみさ。いやー偶然だな。ノイシュタットへ買い出しに来てお前に会うとは思わなかった。いきなり村を飛び出しやがって。あれから大騒ぎだったんだから。そっか。つまり家出か。呆れたよ。うるさい。それでいつ村に戻って。戻るつもりはない。おい、俺どうしてもやらなくちゃいけないことがあるんだ。詳しい事情は話せないけど、とにかく今は戻らない。やれやれ、お前は一度言い出したら聞かないからな。だったらせめて家族に手紙でも書け。リリスちゃん心配してるぞ。分かった。じゃあ俺は行くからな。ああ元気でな。余計な心配かけたくなくてグレバムのこと黙ってたけど。それで正解だ。マリーの姿が見えないわね。どこ行ってたの？アイスキャンディー屋。何一人で買い食いしてんのよ。美味しかった。さっさとイレーヌの屋敷へ行くぞ。手紙を書くとは言ったものの、何を書けばいいのかな。詳しいことは教えられないし。自分が元気であることを伝えておけばいいだろう。それだけでもご家族の方はだいぶ安心すると思うわ。そうか、わかった。じっちゃんとリリスへ。俺は今ノイシュタットへ来ています。スタンには妹がいるんだったな。ええ、リリスって言うんです。年は俺の2つ下で。そうか、それは可愛いだろうな。家にいる時は怒られてばっかりでうるさいなって思ってましたけどね。でも会わないでいると少し寂しいかな。その寂しさすら私には羨ましいぞ。家族のことを思い出せないからな。どちら様でしょうか？あ、もしかしてビオン・マグナス様とそのお連れ様でいらっしゃ。そうだ、イレーヌはいるか？我らに関する情報がすでにある程度伝わっているみたいだな。お嬢様は所用で出かけております。すぐに戻るとのことでした。ならここで待たせてもらう。かしこまりました。イレーヌとかいう人遅いわね。待ちくたびれたわよ。マリー、アイスキャンディアってどこにあるの？町の広場だ。ちょっと行ってくるわ。じっとしてるのも退屈だし。一緒に行こう。あ、俺もアイスキャンディって食べたことないし。私も行きますわ。リオンはどうする？
ここでイレーヌを待つ。誰かが残らないといけないもんな。ならリオンの分も買ってきてやるよ。いらん。僕は甘いものになど興味がない。そう言うなって。みんなで一緒に食べような。だからいらないと。まあお前が無理に買ってくるなら食べてやらないこともないが。よし、じゃあ待っててくれ。アイスキャンディーか。どんな味がするんだろうな。食べてみればわかる。アイスキャンディー屋があるのは町の北の方だったぞ。わかりました。それじゃあ行ってみましょう。町の北の方にアイスキャンディー屋があるぞ。行ってみよう。お花を買ってください。お花を。あ、大丈夫？はい、ありがとうございます。あんな小さい子が大変だな。貧富の差が激しくなるのは新興の町ではよくあることだ。いくら町が発展しててもみんなが幸せってわけじゃないのか。早く広場へ行きましょう。アイスキャンディー買わなくちゃ。ああそうだったな。スタンさん、最近リオンさんとよく話すようになりましたね。そうかな。別に前から特に変わってないと思うけど。スタンさんじゃなくてリオンさんの方が変わったんですよ。ほんの少しですけどね。よくわからないな。でもまあうまくいってるならいいや。ここがマリーさんの言っていたアイスキャンディー屋ですね。すいません、ご本ください。どの味になさいますか？へえ、いろいろ種類があるんだな。どうしよう。定番の抹茶味か限定の桜味か、どっちにすればいいかな。ねえ、あなたならどうする？え、お礼ですか？そうだな、思い切ってバニラとか。どうしてそうなるの？私が聞いたの抹茶と桜ならどっちか。二つに一つで決められないなら第三の答えをって。ダメですか？なるほど、そういう考えもあるか。じゃあそうしましょう。おじさん、バニラ一つ。ああ俺もバニラ五つ。バニラ五つ、お待たせしました。おいしい。やっぱりここのバニラは最高だわ。ここで一度でも食べたらもう他の店じゃ満足できないわ。スタンさん、持ちましょう。いや平気だよ。あら、お連れさんがいたのね。可愛い方がお二人も。お褒めに預かり、どうも。あら、あの子たち。何？みんなも食べたいの？おじさん、ここにいるこの分もちょうだい。全員ね。よろしいんですか、お嬢様？もちろん、みんなで食べた方が美味しいに決まってるもん。みんな、いらっしゃい。ほらほら、押さないの。ちゃんとみんなの分あるからね。いい方ですね。うん。どうだか。金持ちのお嬢さんが優越感に浸りたいだけじゃない。ルーディ？早く戻りましょう。アイスキャンディーが溶けるから。チャンピオン様のお通りで全員チームワーク。あ、コングマンだ。コングマン？わーい、コングマン、コングマン。よう、ガキども、今日も仕事が生きてるか。貧しいものに施しをするのはさぞ気持ちがいいだろうな。施しだなんて思っていないわ。金で全てが買えると思うなよ。異例のレンブラント、ピッツガルド人の魂までは絶対に売り渡したりしねえ。異例のレンブラント。さあ
その名は確か。オベロン社の理念は何度も説明したはずよ。私たちが資本を投下しているのはフィッツガルドの発展を願ってのことだわ。新しく来た連中が儲けてるだけだろう。元からいた人間は貧しいままだぜ。それはきっとそのうち。セインガルドの人間にフィッツガルドの何が分かるってんだ。よそ者の出る幕じゃねえんだよ。さっさとこの国から出ていきな。それは違うんじゃないか。生まれで人を決めつけるのは良くないと思うけど。なんだ坊主、俺様に説教しようってのか。スタンさん、あまり口を挟まない方がいいのでは。だけど、これは そこの可憐なメガネのお嬢さん。私ですか。今俺様のハートにビビッときましたよ。あなたこそ俺様の理想の女性だ。はい。一緒に栄養ドリンクなどどうです。もしくはヒンズースクワットとか。しびれるような口説き文句じゃの。いきなり性格が変わったわね。その私は。やめなよ、フィリアが怖がってる。邪魔をする気か坊主。おめえはこの美しい人の何なんだ。フィリアは俺の仲間だ。なるほど、どうやらおめえと俺様は戦う運命にあるようだな。決闘だ。カブン、俺様の時よ。なんで俺とお前が決闘しないといけないんだよ。スタン、付き合う必要はないぞ。我らには遊んでいる時間などない。おじけづいたのか坊主。腰にぶら下げた剣は生くらか。なんだとこの無礼者が。真の男なら申し込まれた決闘は受けるものだぜ。真の男ならな。わかったよ、そこまで言うならやってやる。我を侮辱したことを後悔させてやる。さあ目に物を見せてやれ。フィリアさん、見ていてください。勝利の後でお迎えに上がります。リンロス、あなたがスタンさんを止めなくてどうするの。しかし好きにすれば。どうせ私には関係ないし。ごめんなさいスタンさん、私のせいでこんな目に。別にフィリアのせいじゃないさ。決めたのはあくまで俺自身だし。闘技場ってどこにあるんだろう。町の大通りを北へ行った突き当たりに入り口があるわ。ありがとうございます。早速行ってみます。アイスキャンディー。あ、溶けてる。こうなったら後には引けない。コングマンのいる闘技場へ向かおう。町の大通りを北へ行った突き当たりが闘技場の入り口だったな。町の大通りを北へ行った突き当たりが闘技場の入り口だ。そこにコングマンがいるはずだ。すごい歓声ですね。どうやらあのコングマン相当な人気者みたいね。コングマンはノイシュタットの英雄よ。ここ数年負け知らずの強さだわ。決闘なんておよしなさい。意味のない争いはやめるべきよ。ここまで来たら後には引けませんよ。やるからには負けは許されんぞ。いいなさ。スタンもディムロスもすっかり熱くなっとるな。要は似た者同士ってことでしょ。時間みたいね。それじゃあ私たちは観客席に移動するわ。スタンさん、くれぐれもご無理をなさらず。よし行くぞ。よし行くぞ。さあ挑戦者の入場だ。マイティコングマンに挑戦する命知らずが現れたぞ。逃げずに来たことは褒めてやる。覚悟はできているな。勝負はやってみなくちゃわからないさ。
フィリアさん、見ていてください。勝利の栄光、あなたに捧げます。それではただいまより本日の特別試合を行います。チャンピオンコングマン VS ミスター・トンガリ頭。負けるわけにはいかないぜ。おっと、バングル汗が起きた。勝ったのは挑戦者だ。こんなバカな。どうだ、思い知ったか。もうフィリアにつきまとうなよ。それと、いい試合だったよ。ありがとう。おめえなんて爽やかな奴なんだ。おっと、二人の間に友情が芽生えたか。なんと暑苦しくも感動的な光景だ。こんなところで何をやっている。リオン遊んでいる場合か。街がモンスターに襲われているぞ。なんだと。くそ、一体何が起こってやがる。我らも急いでここを出るぞ。